7レース2乗戦1着で始まりました福井の秋元優輝選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。地元記念1着ということでお気持ちはどうでしょう。そうですね、純粋に勝ち上がれたのは嬉しい気持ちです。まあ、今日は羽生選手と連携で満点になりましたけども、なんか経緯とかはありますでしょうか。そうですね、同い年なんで2人で話し合って羽生君が頑張ってくれるっていうことだったので、後ろ回させてもらいました。そこなんですけども、松岡選手とスタート争いがあって後ろが今九州勢になりましたけども、その辺はどうでしょう。そうですね、前か前中段という話だったので、もう後ろの状況は分からなかったですけど、まあ、でも羽生君の行くところからっていうのが決まってたんで、それしっかりついていけるように頑張ったと思います。順番に切っていってホームで保つ形になりましたけども、後ろの新谷さんがいないっていうのは気づいてました。そうですね、2コーナーで後ろ見たときに3番手に山田洋平さんがいたのを見えたので、先に前出られるよりも先に出ようと思ってました。一瞬で、横に振って出たところちょっとまだ出ないような様子見もありましたけども、やっぱその辺はなんとかラインで決めたいなっていう思いですか。そうですね、しっかりとラインで決めればよかったんですけど、地元ですし勝ち上がることも大事かなと思って、羽生には申し訳ないんですけど前に出させてもらいました。昨年も準決勝でまで来て、支部長を引っ張っていったなと思いますけど、今年も同じ準決勝まで来てもう一歩っていう感じですかね。そうですね、また自分の番来たらチャンスですし、まだそういう時でなければしっかりと地元を、後ろを乗せるようなレースをしたいと思います。やっぱり早く兄弟連携を見たい人も多いしたいんじゃないかなと思いますけど。そうですね、僕が一番やりたいですこの後はなんかセッティング変えたり、なんかそれともケア中心にっていう。そうですね、先輩のレースとかいろいろあるんで、それ見ながらケアも中心で頑張りたいと思います。わかりました。では準決勝、それ以降に向けて意気込みをよろしくお願いします。決勝のルールに頑張ります。応援よろしくお願いします。